このシタールの修理をしました。このシタールの修理を3ヶ月前からしています。もう1ヶ月かかります。今、修理しているシタールは、その修理より簡単です。そのシタールの穴は大きかったです。今のシタールの問題はひびです。細長いひびが1本ありました。白い点は全部小さいくぼみです。シタールを長い時間使っている間に小さいくぼみができます。そのシタールは事故で穴が開きました。アリクさんはシタールを持って凍った道で転びました。それで、シタールに穴が開きました。アリクさんは、私に泣きながら電話で修理ができるかどうか聞きました。その時、私は、修理ができるかどうかわからなかったけれど、心配しないでと言いました。私はアリクさんにかけらを集めてくださいと言いました。いくつかのかけらは小さくて、いくつかのかけらは小さくなかったです。アリクさんはシタールと集めた全部のかけらを私に渡しました。その修理は長い時間かかりました。私はかけらを一つずつくっつけました。かけらをもっと強くするために、薄い布を使いました。